おはようございます、3日目の朝を迎えました、昨日はですね、帯広から釧路へ行き、野付半島へ行って、その後ですねさらにまた帯広へ戻ってくるという、全行程500キロの旅を行ってまいりました、本日はですね、これから網走方面へ向けて出発していきたいと思います。まさかの2日連続です。休みだと思ってたらまさかのやってたっていう。本来だったら定休日なんだけど、うるせえ、うるせえ。終わってる。残念ながら出遅れたので特上3貫600円ですね、こちらいただいて朝飯とします。昨日と量が大違いだね。まずはですね、六花亭本店に来まして、ここで腹ごしらえしていきましょう。はい、特別なパイございますんで、はい、こちらとコーヒーがね飲めますんで、はい、モーニングとしていいね、はい、スタートダッシュ決めましょう。いいね、レッツゴー、レッツゴー。はい、サクサクパイを2つと、はい、アイスサンド1つ、はい、はい、こんな感じ。サクサク感すごいね、うん、もうなんかうまっ。あとタンもってる、うん、じゃあ、はいはい、今日も果てしなく続くまっすぐな道を走っております。マジで先が見えない。時間結構ぶれるんだよね、この景色。時止まってんじゃねえ。なんか5分時間巻き戻ったんかなって思うよね。初日じゃないもんね、これ今日はもう初日じゃないです。3日間こんな道走ってます、ずっと。道の駅アショロでございます。春の生誕の地です。すごいね、うん、エグザイルもびっくりだよこれ。若かりし千春です。もう毛はありません。どんな場所で写真撮ってるのかな、ね、こんな、だって吹きじゃねえ。こんな吹きってでかくなるの。え、でも絶対だからその縮尺がカリブラシのアリエティなんだよ ね、うん、青木さん、これあなたが試されてる時ですね。ちょっと試されてる時、はい、これちょっといいですか、パワーもらっていいですか。パワー、はい、千春のハンドパワーで。へえ、そっちかーい。そっちかーい。俺のガチでかいわ。すごい、いるよ。はい、お願いします。聖なる石に手を当ててください。はみ出てる、はみ出てる、めちゃくちゃ手はみ出てる。なんもならないですけど。あ、来た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 。こっちからなるんだね。こっちからなってるわ。行きましょう。行きます。はい、どうもアイヌコタンへやって
来ました。阿寒湖の湖畔にありますアイヌコタンでございます。早速散策していきたいと思います。民芸品とかたくさん売ってるから入りたい店ちょっとどんどん入っていきましょう、せっかくなんで、うん、コロポックル買っていけば、うん、幸せの妖精コロポックル、これだね、これ、サーモン、なんか全然違うよ、俺らが今まで見てきたのと、あれは何だったんでしょう。ホッキ三昧のつけさん、魚の甘みって何？それさ、札幌でさ作ったじゃんね、エビ、それぐらいうまいやん。札幌エビ？朝作ったじゃん、市場で。また行っていいかな。違う、二条市場って言ったじゃん。パキとエビですよ。そうなんだ、ないよ。あ、そうなんだ。もう忘れてんじゃん、やば。俺はやめないよ。完全に俺脳みそとろけてきた。あと4皿ぐらい食ったら教えるかな。4皿ぐらい食べるんでしょ。また来るために頑張るなよ、仕事を。破裂するほど食いたいよね。食いたい。なんで人間の機能として満腹中枢のシステムができたんだろうっていう考えですよ。これはね、なんか冷蔵庫みたいなお腹にあればいいんだ。いよいよこのタワーが邪魔になってきた。完全に今食べたかったです。もう正解はこれしかなかった、俺の中で。これがめちゃくちゃ食った。お互い17皿ずつ。相変わらず飯食って移動。ただそれだけ。もうだってこの3日間で何食食べたんだろうって感じだよ。だらしない体になってる。締まりのない体になってるよ、完全に。もうきつくなってきたからユニクロでストレッチパンツ買ったんだ。俺も買おっかな、なんか伸びるパンツみたいな。伸びるパンツみたいな。網走ってどんなイメージある？もうビュービューなんか雪が舞ってて吹雪で、あの深めにかぶったら帽子を深くかぶったあの刑務官みたいなのが2人もいて立ってるイメージ。看守さんみたいな、ね、そう色っとこう片目をこう出しながらめっちゃ見つめながら2人立ってるみたいな。たまにあの雷がピカ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 。天気はもう悪い設定だね。アニメ飲みすぎだよ。自分のニットのセール品になってて恥ずかしい。やめてと思って。大空町です。いい名前だよね。いい名前だね。大空が広がってるよ。よし、風呂入る。これでキャンプ場ですね、ついに。今日何日目だっけ？3日目？3日目？3日目にしてようやくキャンプだ。ヨブトウラ。あ、なんかね、ヨビトウラっていうらしい。湖でしょ。もう目の前。到着到着。ヤーバス。アバシリコ。いいね。ちょうど夕焼け。綺麗だね。
無料のキャンプ場なんですよ、ここは。最高。三瓶君、ここが網走湖だよ。あ、ちょっと酒飲もう。うん。よだれ垂らすなよ、汚ねえな。下向いてるから。ちがばがばかよ。犬じゃねえか、犬じゃねえんだからよ。ちっちゃいことは気にすんな。はい、寝床完成。テント内です。俺はちょっとパソコン作業。青木さん寝るんだね。はい。携帯の充電大丈夫？はい、ちょっと。ネットフリックス寝る。青木さんおやすみなさい。良い夜を。良い夜を。網走までやってきた我々はオホーツクを堪能した後に最北の地を目指す。次回、直線番長エサヌカ戦、乞うご期待、ご期待、ご期待。うひょ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 。